できました。カノンさん、チェックお願いします。その必要はないでしょう。一目で完璧と言える。素晴らしいクオリティです。えへへ、でもカノンさん、この銅像ってどういうものなんですか？これは、人とジエノムの絆の象徴として作られた、由緒正しい銅像なのです。あつ、だからゴーザルさんに素作りな形をしてるんですね。ふふつ、その通りです。まあ、当時ならまだしも、今となっては昔ほどありがたがれるようなものではなくなってしまいましたが、もともとの銅像はもうないんですか？一体だけ、私化しているものがあります。ですが、商店員で作られた銅像は、それが現存する最後の一体でしょう。人とジエノの絆の象徴、そんな素敵な思いの詰まった銅像なのに、一体しか残っていないなんて。だからこそ、復刻しようと思ったのです。また昔のように、人とジエノムの絆を信じる人力詩人でも増えてくれることを願って。素敵な考えだと思います。私も、カノンさんと同じ気持ちです。確かに復刻しようとは思っていますが、大量生産というのは、ちょっと、やはりこういったものは、数が限られてこそありがたみのあるものですので。そうですね、超レア、って思われるくらいの方が、私もいいと思います。しよ。超レアって、なんだか、ありがたみがどこかに消え去りそうな単語がついてしまいましたね。